これ視聴者にとってはすごい話になる。まず9月15日から営業管理店です。とある人間が6ヶ月やってます。本来なら11月まで。俺何が今一番イラついてる？あいつがずっと電話してる。休んだで、もう1回かなんか風邪ひいた。まあ2回か1回か知らんけど、いいや、こっち来るな、気づいたら現場行ってこい。プチッと切ってイラ喋ってる。だって俺コメント欄もあれっていい、仲間なら言えよ。お前ぬるま湯で舐め合いしとらんに気づいた。この動画をショーアンサー動画にします。これを見てどうするんだっていう動画にしようぜって。いや、とりあえず待ってる。あ、もうちょっとこっちがいいかなって。これカッポって。あれ、あそこ行く？あそこ行っちゃう？行きますか？あそこ行く？行きますか？神田さん。神田さん。あそこ行っちゃう？あの話出す？お話。あ？いたお前が逃げたことで、こ歯にこの一番出たこれ出とらないここちょっと腫れとらない。しかもいや、これ視聴者にとってはねすごい話になる。マジでもうびっくり。これちょっと本当にね衝撃大きい。マジでちょっと、まあ、俺こういうこと言いたくない話だな。お前さん、はい、9月15日から営業管理勉強するの。はい。それかってちょっと安心しなくてもいやいや、まだ終わってねえぞ、そっから。だけどさ、とある人間が6ヶ月やってるはずじゃん。本来なら11月本来なら11月までやっとるはずじゃん。9月から来るってことはないってことですよね。ああ、まあ、とある人間が6ヶ月勉強してで、次お前らっていう話だったよな、もともと。あの、最近動画出てない。最近動画出てない。しかも俺はもう、その、あいつにインドを渡した後も、動画何本も撮っとんだけど、はい、あいつ営業やっとるでなっていうふうに濁しとったから、ずっと。いや、まあそこは触れちゃかんとこうかなと思って。はい、で、お前がその、ミオと喋ったよ。その9月15日からあいつが営業やる話したら、お前の旦那について触れなかったなるんだ。言っちゃったよ、お前の旦那について一人しか言わないで。例の彼に触れなきゃいけなくなるんだよなーって。だけど、あんま嫌だなぁ。いや、違う、あいつは、あいつの口から言わしたよね。そう、俺がないわって言うと、なんか、あんま良くない。そう、でも本人とこの動画撮ってボロカス言うの全然俺はいいんだよ。はいはい。俺的には、その人に、あの、なんか言葉の暴力とか全然ありなんだけど、そのなんかいじめみたいなの嫌なわけよ。あ、いないところでなんかいじくり倒すみたいなの嫌なわけよ。そうそうそう、ネタだったらいいよ。まあ、お前のその9月15日に触れるか、他になんかネタないの？まあ、もしその9月、まだ今日ネタ決まってないから、他になんかネタあったら。いいこと言うでね、こいつ電話で喋ると。電話で喋るときはいいんだ。いや、電話っていうか、まあ9月15日。まあ、俺も別に、やりたくなかったらやらんでもいいぞって言ってたんだな。営業を。そう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 。管理っていうか、まあ別に賞もこうやって。うん、まああれだから。出ちゃったさ、今。名前出ちゃったさ。だから別に、まあいいぞって。で、まあそのタイミングもあるし、別にすぐじゃなくてもいいし、それだけ大変なことだぞって。俺に全部見られるから。その行動の一つ一つ見られるから。机の片付けが、俺結構細かいの、ね、よ。映画となんだ。いや、それ仕事上よ。で、お前それなのに、お前別に、まあ営業を覚えるわけじゃないもんね。そういう管理とか、その、事務能力を覚えるいいよ。多分スピーカーだね。よっぽど聞こえてるし。違う？はい。はい？はい、ちょ今殴ってやるぞ。じゃあもう、じゃあ視聴者の皆さん、俺本当殴ったから、あの、従業員殴ったから。じゃあもう一発来る、これ。もう一発来る。ちょ、俺さ、視聴者の人には、従業員殴っちゃうけど、まあ、河合くんにも、こうやったんだ。もう、役員クラスなわけじゃん。経営者とかさ、河合くんも言ったよ。まあ、あらもう大番頭や。役員クラスって知ってる？もう、労働者じゃないんだよ。労働基準法はもう適用されないんだよ。1時間いくらとか残業とかそういう価値観ないじゃん、経営者って。経営するのが仕事だから、別に働くのが仕事じゃないから。だから、まあ、そういうことでしょ。だからお前もその、まあ、ある意味この従業員から、その本当はリーダーになる人ってことですよな。役員になるような人間って、労働基準法なんか適用外だよ。ということは殴ってみてくれ。
その刑法はぶつかってくるよ。刑法第何条みたいな。傷害罪。傷害罪。お前はどう思うのじゃ。営業やりたいの、やりたくないのか。やりたい。もっと早く喋ってくれ。先週の力で何とかしてくれとるけど。なんでやりたい。あ、そうなの。大丈夫。大丈夫です。なんでやりたいか。やってみたいからです。なんで？なんでやる？なんでやってみたいかな。いや、まあ、マジで素直に素直に。お前の本当に気持ちが知りたい。そのぶっちゃけなんでやりたいかはあんまり分かんないですけど、今までトシ君とかミッチー君とか、うん、で昔だったらケンタ君がやってたじゃないですか。でその人たちはみんなやっぱりやってよかったって、うん、あ、言うんだ。言うじゃないですか。それがなんでなのかが気になる。あーなるほどね。それをやって何が得られるんだろうっていう。ああそれを経験することで何を得られるんだろうみたいな。そうですね。あーなるほどな。っていうのもあるのと、やっぱそのコミュニケーション能力とかも、うん、まあ、ケンタとかテラは言うもんな、まあ、あれがあったで今があるっていうぐらい。そうそうそう、うん、暑いな、日陰で喋らんで本題入ろうか。問題は何かも。おめえの旦那よ。旦那。旦那さんが3ヶ月。半分。道半ばって本当にそのことだな。お前の旦那ちょっと微妙な顔してる。どうしたらいいか。いあこっちが居づらいわ。お前の旦那。俺も居づらいわ。でお前からどう思う。どう思う。うん。だから俺さえだ知っとんの。聞いとんだろ。はい。うん、なあいつのことは何も言わんと思うけど。多少はでも聞いてます。誰から、俺から、あいつから。翔からいや特に聞いてないですけど。うん。どう思うの。そこに対しては。どう思う。うん。これ今視聴者はぐるぐるーなんてだな。展開すぎてね。うわーって。俺何が今一番イラついてる。あいつがずっと電話しようかな。お前の旦那。その事件があってからね。女の子が。いや電話してくる用事はないんか知らんけど、もう2週間前経つ今戻って。そうっす、盆明けからなんで2週間ぐらいだろ、まあ、ちなみに戻った後もまあ風邪ひいたんですよね。で休んだ。でもう1回かなんか風邪ひいた、まあ2回か1回か知らんけど休んだ。でまあショーの朝来た、あまたショー風邪で休みです。おーって何やっとんあいつって言ったら、いや どうやって休みだなんて言ったら、LINE で今日休みますみたいな風でつって、まず舐めとんかよつって。だから一回ならまだわかるけど、一回でもわからんけどな。LINE とか。もうその責任感のなさ。で、俺もバーって出てしょ。お前、君何 LINE でお前休むとか、お前女子みたいなのしようなことだとか言って。もういいや、お前こっち来んなって。営業ある。うん。もう月曜日から現場行ってこいって言って。プチって切って以来喋ってるよ、お前。本当にその電話以来。朝9時10分か9時ぐらいじゃない。でしかも俺次の日、まあ、土曜日ぐらいな感じで寝ましたから、普通もう混んでいいやんお前って言って、もう月曜日から現場行ってこいって言って切っとるやん。だけど次の日土曜日だったなんて、あいつ会社来とるから土曜日月曜日土曜日はいいんだよ。微妙なあの社長めちゃくちゃ怒ったけど月曜日って言ってよなあの人って。そうそうそう、で土曜日会社来てるから。会ってはないんだ。会ってない、ゴルフだったのその日。そうそう、だからまあ営業サイドも困っただろうな。それは俺がバーンって言ってもう、うん、おすすめにやーって。引き継ぎとかで、ね、引き継ぎとかもな。だけどまあ いや1日2日ごちゃごちゃっとしたら引き継げるレベルのことしかまあしてないだろうし、だけど俺は仕事レベルが低いなんて全然怒ってなかったんだ別に、まあ、しょうがない一生懸命ねえんやで。だけどもうやれてないことが多すぎるからお前なんかあんま言ってもかわいそうだけど。じゃあ俺呼んで、ちなみにもうこれ見よと今日喋っとったん、はい、お前の話をするとショーに触れなかった。そうするとこの動画撮れんな。で俺はなんかここでショーの悪口は嫌だなってなって、ショーとショーの前でボロンカスに行ったいから嫌だなって言ったんだけど、この動画をショーのアンサー動画にします。これを見てどうするんだっていう動画にしようぜって。 YouTube はよくやるじゃん、何々さん、何々を救いたい、みたいな。あるじゃん。そうそうそう、そっち系だったらまあいいかな、みたいな。ショーがこれ見とるの前提で喋る。
うん、だから そういう面でお前らが、まあ、いいも悪いもなんか伝えてあげればおもろいやん。お前ら思ってることあるやん。そのクビになったことに対してまあそれだけじゃなくな、トータル的に、トータル的に堀川翔に対してな、この顔もなんか押し殺して絶対に表情は読み取られませんみたいな。そういうのやめろよ。そういうの全部いいよ。単純に向いてなかったんじゃないですか、営業が。営業がなんで。なんで何が向いてないの。向いてない面は、じゃあ向いてないだけだったら俺はいいよ別に。俺結構怒っとるからな、あいつに対してマジで。難しいっすね。いや分かっとって言わんもんお前ら。でそういうとこやて俺お前らが。らそんなやつがお前人の管理できる。じゃあ俺はねこれ視聴者の人がなんかわわわって俺のこと言うけど、俺っつって別に嫌いで言っとるわけじゃないから言えるの、はい、お前らそれイコールなんか相手のこと嫌ってるみたいなねちっけえ女みたいなこと言うから、多分お前らって言えないんだと思うな。ちょっと本題が、本題はどこにあるんですか。本題って別にある。どういうこと。僕は何を答えればいいんですか。聞いたの。いや堀川翔は何がダメかって聞いたよ。何がダメか。何やろこいつ。こいつ何今。本題だよな今俺。別にちょっと待って。ちょ別に今本題だったの俺。何そういうこと。ちょっと何お前何盾ついてきた。理解がなかったから。理解が。あいつのなんでダメなところが何なのって。お前ら俺知ってるよ、言ってるの。お前らだけで言ってんの。あいつらの話してんの。もうなんで降ろされたか大体分かっとるの。俺の口から言った方がいいの。まあ、じゃあお前、俺もお前のやつ そこまでのやつだと思うけど。じゃあ、別に俺も。で、俺はあいつじゃん。あいつの時間管理じゃん。その約束破るとか、何月何日に行きますとか、何時に行きますとか、もうそういうあいつかけとるだろ。で朝も多分もうええねんな、ちょっとめんどくせえなってサボったりとか、行ってきますって言ったらーっとしちゃうとか、朝も寝坊とかだろ。だろ。多分打ち合わせとか、その例えば幻聴とか、うん、前ちょ僕ら、うん、足場班の時は翔が行ってたじゃないですか、行、うん、ってたんですけど、うん、その時のことが、その時間とか、うん、守っとったとかはあんまりわかんないです。ああそういうね、ちょっとでもそういうのわからん。お前らと一緒におる時も時間がルーズとか約束守ってないとか、まあ、ちょっと工程の段取りが甘いとか。でもお前らもしょっちゅうあるやん。お前ら俺に言わんけどあるだろ。いつっすか。いつじゃねえやこの野郎、てめえイライラすんな。さぞいつじゃねえだろ。ちょっと普段からちょこ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 あるだろって。はい、前、あいつが管理やってる。あ、そうです。あ、そういうことだろう。そういうことだろう。じゃあだけどそうだろう。はい。で、俺はショーに対して、まあ、まあ俺もあいつにも言っとるけど、まあ本当に現場が段取りは朝から。で、あいつ言い訳するやん。あいつまず嘘から始まるやん。いや、僕言ったんですけどね、とか。なんかあったら、まあお前旦那で奥さんがおるとか言ったらかわいそうだけど、あの、まあたまたまさ、なんかあいつの先輩がなんか材料売りに来たの。金曜日かなんかに喋っとって、あ、じゃあ、ちゃんを騙そうぜ。あ、ドッキリしよう。そうそう。で、お前ちょっと連絡取って、俺、あの、朝、俺、1時間ぐらい前、30分ぐらい前に行くもんで、うん、連絡取って、段取り組んでくれって。だいたい電話全然ないよ。で、俺電話して、パーンって、日曜日の夜かな。夕方に、3時か4時ぐらい。まあ明日どうなったんだって電話したら、いや、何回も電話して、全然出ないっすよ、みたいな。あ、絶対そういうこと言うやん。ちょんで やりました、ね、そうで、まあいいやって言って、朝一回電話するわって言って、もう一回連絡しとけよって言って、で次の日朝電話したら、いやなんかもう昼過ぎになるって言っとるんで、いやなんかで話が二転三転してたわけ、相手の言ってることが。きったそいつらとか言って、まあ、言っとって、まあいいやじゃあって言って、もうめんどくせえでって言って、俺も行かんかった。であいつももうボツになったのよ、そのネタが。たまたま会社にちょうどおったもんね、午前中。だからその人が電話かかってきて、いやなんかもう今ドバの近くにおるんですけど、どうしたらいいですかみたいな。あ、その人は撮影する気で。そう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 。でなんかまあ電話喋って、まあとにかく今からすぐ行くわって言って、うん、電話出ちゃったから、うんうん、で俺はとにかくすぐ行くわって言って、まあまあショートも何も喋ってないよ。
で、なんか俺もまあ、あんまり相手だから言えないじゃん。だけど、ショートやり取り してるんだよね。まあ、そうですね。いや、なんか日曜日突然電話あって、みたいな。俺が怒ってからだから、それと思って。で、それが、いや、あいつ僕この電話したんですよって言うんだけど、いや、したかもしれんけど、その後折り返しは絶対一回はあっただろうとかさ。で、それがもうしょっちゅうあるわけ、あいつ。ぶっちゃけな。で、俺もいちいちそこを触れんわけよ。もういいね、あまたこいつまた始まったわ、ね、ちっちゃなそういや行ったんですけどねとかじゃあもうどうでもいいやもうそんなこ と結局守りに入っちゃう、ね、そう守りに入っちゃういや僕いや書いて渡したんですけどねとかじゃあもうどうでもいいわけじゃん結果お客さんがクレームとか電話かかってきたんだからあいつもうそれにしょっちゃう聞いてる堀川君見てる見てる見てるこのアンサー動画欲しいな動画で返せあいつもあ面白いお前夫婦でYouTuber、いやそれも面白いじゃん YouTuber っぽい YouTuber みたいなだけど、まあ、別に、まあ、俺からしたらまあ本当ネタなの別にだけどあいつがじゃ俺が何がイラつくっていうでこの1週間2週間別に何も用事ないから電話しんかったっていうあいつの顔がもう目に浮かぶわけ別に俺も用事ねえしな俺は、まあ、じゃいや別にそれがやりたいってお前が言ったんだろって責任者やりたい会社を大きくしたい面白くしたいお前が言ったのにパーンってやられて、なんでこいつ電話しとんのかな、それ電話しとんのが普通。だって俺コメント欄はもうあれっていいや。もう、あれって早漏だ、お前。あれってそう、違うこれ。あれって上等か。あれって上等。あれって上等だけど、だけど、まあ、じゃあ目指してんならね、それこそ、まあさっき役員の話ちょっとしたけど、役員ってもう給与とかそうじゃないからね。結果に対してしか、俺は給料取れないわけでしょ。でしょ。俺がまあ使っとるよ金お前らに使っとるやんです。うん。まあ俺ばっか喋ってるけど。お前はそうどう思うの？堀川にアンサー出せ。俺も出したんだ。面白いねえだろ僕が出したら。あいつのこういうとこ足りんなって動画でいや仲間ならいいよお前らぬるま湯で舐め合いしとらんでいいで傷の。前らの場合優しさや甘いだけ。だってお前らが攻めたら相手に攻められるで、それだけしかやってないもんね。攻められたくねえからやっとるだけ。一生懸命やったら関係ねえよ、別に。僕の意見ですか？うん、あいつに対してな。まあ、その、確認不足、確認することが少ないかなと思うんですよ。確認って何？現場の、その内容だったり。職人に？お客さんに？両方っす。僕らにも伝わらない、伝わってないことがある時もあるし、監督さんにも伝わってない時とかもある。段取りが悪いんかじゃん。まあ、現状言ってるならもうちょっとしっかりしてほしいなっていう。あ、じゃあ現状しかも今は、ちょっと前ですけど。戻ってからはどうしよう。戻ってからはでも。現場そうですね、現場。頑張ってないっす。あいつこれ見るから、アンサー動画だからあんま甘やかした感じ。現場ない。現場全然。一緒にいたの何回か行ってます。現場はできるけどな。でもまあ、そこがあいつがいいならまあそこでいいけどな。別にそのあいつが決めることだね、別に。あいつももう年俸にしとるもんね、俺。まあ、もう俺はあいつにも言ったよ。年俸も下げるぞ、このまま行ったらって。私、わかんないで。奥さんは、いや、気にならんの旦那の給料。下げられたら困るとか。ないの。ないの？だって財布別じゃん。別だけど、あいつのまあ、懐事情で。家庭がびっくりドンキになるか焼肉になるか変わってない月に1回焼肉ねって言ってたんですよ月に1回びっくりドンキねとか言ってビッグドン行こうか月に1回はとか言って変かじゃあカンタでお前も覚悟してこいよ来たからってチャンスでもあるけどそれはリスクでもあるなはいはいじゃあ視聴者の皆さんじゃなくてはい今日は違いますね堀川翔の顔そうそう答えろ。俺まあまあ笑い話にしよう。まあ、ね、ちょっと半分ネタだけど、お前もこれ、まあ、ネタで答えろ。な？いやそれまでに電話かかったら面白いな。それ動画にしよう。どういうこと？お前答え言うなよあいつ。どういうこと？これが動画公開されるまでにまだ1週間ぐらいかかるわけでしょ。うん、そしたらやばいよ。3週間ぐらい電話し込んでるんだけど、まあやばくはないよな。まあでもそこまでの男になってしまうよな。いやそれまでに調べるよって。お前こいつ言いそうだもん。それが優しさだと思ってる。いや案外案外ね開いたえいや言うねんマジで言うねん言わないです
捧げます。は？これを捧げます。あ？誰を？乳首捧げます。どういうこと？ちょっとごめんなさい。それ私今から。どういうことっていうのが早いんだって。いや早くないって。もう遅かったよ。違う。うんとん。つまんないけど。冷めた俺。マジ冷めた。まあでも俺はチャンスあげたと逆に思っとるぐらいだよね。本当は。こういうのがないと連絡してこれんのか、まあ、まあ職人でいいやって、まあ、諦めたのか。はい、よろしくお願いします。せーの、また見てね。最後爽やかに。そういうことだけはありました。最後だけは爽やかです。ショーとかもそうだ。だいたいで堀川ショー、あー、じゃあ井村ショー、できんやつってこういうだろ。最後は爽やかに。井村ショーもそうだな。できるとこだけ張り切る。そうそうそう、できるとこだけ張り切る。井村ショーもそうだよな。本当はそういうとこだけで喋るじゃん。